こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。伊藤温記念もいよいよ、えー、最終日、順利レース決勝戦の予想を行っていきましょう。えー、まず、概要です。こちらですね、並び予想通り、えー、と変則的な三分線になりました。えー、難関はですね、4人、えー、結束いたしまして、その軍事が先導役ということで、番手の渡辺裕太が、えー、番手まくりを打って、 えー、岡村淳とワンツーを決めるのが本戦じゃないかなと思います。よし、えー、っと、数奇粒子の動き次第では吉田敏郎が、えー、っと、岡村淳のところに飛びついて逆転があると。また、えー、難関の結束が崩れた場合の穴として、えー、っと、数奇粒子、三谷、翔太の根性ラインを穴と見たいと思います。はい、えー、まず、 えっと、1 2 s を決勝戦のメンバーはご覧の通りですね。えー、南関東が4人勝ち上がってまいりました。えー、近畿も3人ですが、えー、東口、えー、神田甲田かなが、えー、吉田敏弘五つけんを対して、三谷翔太は、えー、関東で唯一勝ち上がってきた鈴木に、えー、託します。 えっと、西端温ツはですね、やはり、南下の結束ということで、軍事の番手を回る鈴木か、渡辺から売れてますね。えっ、ー、と、岡村を突き抜けが本戦。軍事の残り目が7.0、えー、倍で続いております。えー、それ以外のあ、となると、まあ、岡村の差し目が10.4倍。 吉田、渡辺が14.5倍。このあたりになりますね。どちらにしましょう渡辺優太が売れております。はい。えー、これ、こちらですね。 え、見ていきますと、バック回数一番取ってやのはす、えっ、ー、と、二番の鈴木ですね。ただ、鈴木は、えっと、三谷にしかつけないので、二社。えっ、ー、と、一方でですね、二番目が渡辺祐太で、三番目が軍司康平。この二人が、軍司が前でラインを組みます。えー、吉田は二回ですね、決まり手も、多い以前と違って、逃げの決まり手がなく、まくり、追い込みが多いです。 もっとも、ここには東口、えー、神田から小田からがつけますので、3人のラインになります。そこでですね、えー、っと、軍事ですね、最近、えー、すごく、 積極的な動きを見て、バックを取っている上に川崎では優勝しております。ということで、かなり積極性が増している感じですね。バック数自体は6、逃げを決めた1しかないんですが、えー、っと、この数字以上に、えー、っと、積極的になっている感じでありますね。一方、渡辺裕太は、 うーん、バック数は8だものの、仕掛けはそんなに早くないっていう印象はありますね。数気も、数気が一番のバックを取ってまして、まあ逃げてますよね。逃げまくりの決まり手がほぼ同じぐらいということで。え、吉田がバック2回ですが、こちらは逃げる決まい手がありません。まくりが3回で、追い込みの方が多いですね、今は。 えーっとですね、というわけで、じゃあ誰が逃げるのかというと、やはり、えー、っと、こういうナビなんで軍事だと思います。積極性が増してる上にですね、後ろ、やっぱり静岡二人。まあ、和田健太郎は千葉ですので、まあ、基本的に静岡二人抱えてますからね。うん、やっぱり、ここは、 伊藤温泉経理、静岡県なので、花を持たせるんじゃないかなと思います。じゃあ、鈴木や吉田はどうするのか。えー、っと、吉田の動きが結構鍵になるんですよね。すんなり中断を取ることを考えるのか。私はですね、ひょっとしたら、まあ、鈴木の動き次第なんですが、 二つ考えられると思うんです。一つが鈴木の、鈴木みたいの三番手ですね。に乗るということですね。こうすると、難関を空中分解に追いやることはできますし、今の鈴木の状態だったら、結構粘れるんじゃないかなと思います。まあ、そこを目標に先まくりを打つという手が一つ。もう一つが、 えっと、軍事が逃げたところを吉田がダッシュを仕掛けて、渡辺のとこ、雄太のとこに競ったらえ、鈴木が飛んできますので、岡村のとこですね、狙うなら、に飛びつくんじゃないかなと思います。そこでですね、軍事が、あの、ペースを緩めたら、鈴木の仕掛けどころになるんじゃないかなと思います。 鈴木も後ろはですね、立ち区の三谷翔太なので、どこまで積極的になるかというのは、まあ、ある、ありまして、実質短期のような競争をするかもしれないんですが、とにかく鈴木も積極的なので、ひょっとしたら緩んだところ、緩んだら、緩んだにもつれたりしたら鈴木が息仕掛けて、見たいと共に、あの、穴を開けてくれるんじゃないかなと思います。 どちらにしましても、えっ、ー、と、本命は渡辺裕太ですね。えー、軍事が先行して番手から抜け出すっていう競争だと思います。まあ、バックから番手まくりを打つので、えっ、ー、と、軍事はちょっとしんどいと思いますね。えー、これ見てても17が7.0倍ですが、えっ、ー、と、軍事は危険だと思います。 71でも20.4倍。確かに得点は軍事が一番持っているんですが、この,この軍事を役割、ね、やっぱり静岡を引き出す競争じゃないかなと思います。で、引き出したところ、吉田がうまくハマった場合、まあ、和田が離れて岡村の後ろに吉田が行って、え吉田が 最後、抜くというケースもありますので、もしですね、吉田すごく今スピードありますからね、まあ、頭へ突き抜ける目はちょっと無視できないのかなと思います。そしてですね、その辺で、えっ、ー、と、もつれた時に軍事が躊躇した場合、躊躇はしないと思うんですけどね、 そこで、えー、鈴木が仕掛ける2で、三谷が続く2662というのを、えー、考えたいと思います。鈴、う、木、ん、いいですからね、調子自体は。小倉の F1 でも2着は粘って、 入ってますし,、えー、し、勝率は軍事の方が上ですが、連帯率は73%。トップですからね。勝率も軍事を除けばトップなので、やはり勝ちに行く選考を、選考まくりをするんじゃないかなと、えー、思います。さて、えっ、ー、と、渡辺、 が、果たして、えー、静岡という地元で優勝することができるんでしょうかさあ、見どころであります。はい、えー、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。また、えー、高評価もしていただければ嬉しく思います。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。 もしお時間ありましたらそちらも見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。